こんにちは、小川智弘のライブ緩和。今日はですね、WWW で行われます The 演技のリリースワンマンライブ Talking About The Talk の会場にお邪魔しています。この後楽屋でメンバーのインタビューをしたいと思います。それでは行ってきます。はい、というわけでライブ直前なんですけれども、 The 演技の皆さんに集まっていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介を。はい、はい、ドラムの酒井です。よろしくお願いします。チギンのボーカルの山地です。よろしくお願いします。ベースの浜田です。お願いします。ギターの藤田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ジェンギーです。今日ね、そのリリースワンマン Talking About The Talk というメジャーファーストミニアルバムのリリースワンマンライブということなんですけれども、はいはいはい、調子はどうですか？バッチリです。バッチリです。仕上がってる。仕上がってます。仕上がってます。仕上がってます。そのミニアルバム聴かせていただいたんですけども、めちゃくちゃかっこよくて、ライブもまあ楽しみだなという。ありがとうございます。なんですけども、ちょっと簡単に The 演技っていうバンドがどういうふうにこう結成されたのかというところを軽くこう話してもらえると嬉しいんですけど。そうですね。僕らはですね、僕とベースの浜田が、同じ大学の同じ音楽サークルで、そこで、知り合って、2人でまずもう1人とバンドを組んだんですよ、うんうんうん、でそれで活動してて、ちょうどライブハウスで本格的に活動するぐらいにドラムが抜けたので、ドラムが酒井が入り、うんうん、でその後3人じゃなんかこう寂しいねって言ってで、もう一人ギターの藤田が寂しいから入ったんですね。あ、そうですね。寂しさのため。寂しさを埋め合わせた。寂しさを埋めるために。あ、なるほど、なるほど。最初から今みたいな音楽だったんですか？最初もうちょっとなんか、そうですね、もうちょっとギターロックよりですか、ね、ギャンギャンしてたんですけど、はい、うん、なんかインタビュー見たらね、そのリンキンパークとか、はい、レッチリみたいな名前が上がってたんで。あ、そうですね。あ、そうなんだと思って。大好きです、ね、今の音楽性からするとちょっと意外な感じも、あ、するというところもあるんですけど。そうかもわかんないですね、うん、でもやっぱ大好きなんで、うん、好きあらばギターを歪ませてやろうみたいな、なるほど感じではあるんですよね、うん、どうですか、アルバム、ミニアルバム出てから、はい、もうすぐ1ヶ月ぐらい経つっていうようなところなんですけども、はい、まあ、周りのね、評価とか評判とか、はい、リアクションみたいなところってどういうふうに受け止めてますか？いや、それがなんかこう、悪い噂を聞かない、うん、あ、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、だから逆に不安というか。そうですね。まあでも、気を使うようなレベルの人たちじゃないのでね、そんなね、悪口を言わないっていう選択肢もないと思うし、もしかして良かったのかなと思ってます。うん、なんかその聞くと、やっぱりその洗練された雰囲気はもちろんあるんですけど、それと同時になんかすごい、まあ、さっきね、そのレッチリとかリンキンって名前も出ましたけど、はい、こう厚さというかエモさみたいなのがやっぱりビンビン伝わってくるところがあって、 その両方がちゃんとこう出てるのがすごいいいなと思ったんですけど。 ありがとうございます。その辺、そうやって言われてどうですか？いや、嬉しいやっぱりなんかこう、何か曲を作ったり表現したいぞっていう時の最初の部分はやっぱり熱いじゃないですか、うん、それがこう静かな曲になるのか、うん、激しい曲になるのかの差だと思っているので、そういう熱い部分を聴いて感じてもらえるのはすごく嬉しいことです、ね。はい、なんか歌詞も結構よく読むとちょっとこう反骨心みたいなものが出てるような気がしたんですけど。そうですね、うん、やっぱりなんかそういうものがある方がその曲自体にこう、なんていうんですかね、深みが出るというか、なんか自分的に表現したいものがどんどん出てくるので、やっぱりこうマイナスのイメージの曲が意外と多いです。それをこうライブで爆発させて、そうですね、鳴らすみたいな感じなんですかね。あ、そうですね、はい。曲はどういう風に作ってるんですか？曲はとりあえず僕がパソコンでデモを作って、うん、でみんなに聴いてもらって、でとにかくここのテンションをまず上げたいんですよ。だからこうなんかこう、これあいつ喜ぶねやろなみたいな感じで。なるほどね、そういうの仕込んでいくんだ。あ、そうです、そうです。で、一曲全部できなくても、はい、なんかこうトラックみたいな感じで、うん、こう全部も全部混ぜた、その全部の音がある状態で、うん、ちょっとだけでも聴いてもらって、どうこれみたいな、うん、やろうみたいな感じでここのテンションが上がったらやっちゃおうみたいな感じで曲を用意してます、ね。そういうなんていうのかな、じゃあなんていうのかな、スタイルとか形から入るんじゃなくて、やっぱこう、はい、気持ちの部分から上げていってみたいな感じなんですね。そうですね、うん、だから唯一言ってるのは、そのライブとかでミスローが何しようが全く起こらないんですけど、
その曲を聴かした時のその反応がなーなーになったらもうやめるって言ってる。それはやらない。はい、そうです。もう、いつもいいからね、あ、いい感じじゃないとか言ってもう嫌です。バンド自体もうやめちゃうぞ。あ、もう嫌です。こいつらとはいつももっと好きって言ってる。今のところは大丈夫。今のところすごくあの反応がいいので、うん、はい、満足してます。大丈夫ですか。気使ってるわけじゃないですよね。ほんまにいいんで。もう大体持ってくる曲がいいんですけど、結構このミニアルバムもいろんな曲が、曲ごとにいろんなアイディアがこう詰まってたりするんですけども、はいはい、その辺はじゃあもう出てくるものを次から次へとやっていって、最終的にこの形になったっていう感じですか。そうですね、うん、なんかこういう曲調をずっとやるバンドになろうとか、うん、こういう何十年代のロックをとか、うん、そういう感じでその集まってないので、とにかくこれ好きそうなやつできたぞみたいな、うん、これお前好きやろみたいなのをやるようにしてます、うんうん、なんでいろんなジャンルのバラエティが入ってくるのかなっていう感じがします。なるほどね。なんか多分音楽的にね、そのまあ今っぽいねとか、ちょっとトレンディーだねとか、おしゃれだねとかって言われることも多いと思うんですけども、はい、そういうふうに言われることについてはどうですか。いや、嬉しいですよね。そうですね。どっちかっていうとこう、おしゃれやねって言われることがなく生きてきた側の人間なので、うん、やっぱりそう、なんか初めびっくりしましたよね。そうですね。おしゃれや。おしゃれなんや。うんこれそんな似合ってるぐらいな感じでなんかこう受け止めてましたね。うんうん、でもまあ多分それをこうはみ出していくっていうか、それを超えていくなんかこう熱いものが多分この音楽の中にはあるんだろうなと思って。ああ、ありがとうございます。それがね、いろんな人にこう刺さっていってる今状況なのかなと。いや、だと嬉しいですよね。思いますよね。今ね、こうメジャーデビューしたばかりっていうタイミングなんですけども、そのどん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 大きくなって、それこそ今日はダブダブでやってますけど。でかいところでライブやりたいとか、はい、50万枚、100万枚売りたいとか、はい、レッチリみたいなバンドになりたいとか、はい、なんかそういう思いってあるんですか。でもこれはもうあれですね、はい、もうとにかくずっと言い続けてることなんですけど、たくさん曲をリリースして、うん、美味しいご飯をたくさん食べる、うん、もう本当に目標ですね。それ以外の目標は何て言うんでしょう、なんかちょっとなんかミーハー気分というか、あ、そうですね、いや、こんな大きいとこでできんねんてみたいなぐらいのなんか感覚なんですけど、一番の目標はもうとにかくいい曲をたくさん作って、うん、美味しいご飯をたくさん食べるっていう、うん、できるだけ長い期間食べ続けるというか、ね、どん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 ね、はい、太っていって、そうです、超えていって健康的になって、あ、そうです、そうです、はい、クになる。いいですね。こうで、そこがこうバンド成功の指標ですよね。いかにこう暮らしていくか。なんか元気ってすごい栄養満点って感じだよね。つやつややんみたいな。あ、そういうところをね、うん、はい、目指します。そういう意味じゃ今年ね、2019年、はい、多分いろんな新しい経験とかしたと思うんですけど、はい、一番こう驚いたとか、一番こう感激したとか、そういう瞬間って何でしたか。ああ、なんですか。感激した瞬間、常にこうなんか新しいことばっかりこう前降りてくるやん。今まで体験したことないことばっかり、だから常にびっくりはしてるよな。あ、うん、あれやな、だからその MV を撮りますも、はいはいはい、今年じゃないけど、はい、あんまりやることなかったし、はい、こうなんかそうだけど、ワンマンも2本続けてやりますよとか、うん、そういう、うん、まだ経験してなかったことがいっぱいあったので、うん、はい、楽しかったということです。おー、ありがとうございます。優しいですね。汲み取ってあげて、な、うん、ちゃんと言ったつもりやったんやね。あ、OKOK、また後で話す。今なんかこういうことに挑戦したいとか、こういう場所でやってみたいとかありますか。直近のなんか目標みたいなものって。夏フェスとかは出たいです。うん、はい、あ、あまり出れなかったんで、うん、確かに確かに、もっとドーンとこう楽しいこといっぱいやりたいな、どんなとこなんやろみたいな。そうですね、うん、はい、興味があるよね、うん、また夏の野外ってなると全然違うライブやりそうですよね、ジェンギって。ああ、そうですね、どうなるんですかね。開放感がすごそうやからな。そうですね、はい、問題はまあ汗やな。汗やな、汗がすごいので。まあみんなかくから汗はしょうがないんじゃないですか。まあでもちょっと辛口じゃない感じ。ちょっとすごい量。はい。なんか今までこう僕が汗かきっすよみたいな人が今まで何人も立ちはだかったんですけど、はい、もう全員土下座して帰ってきた。すいませんみたいな。汗かきなんて名乗ってすいませんでしたみたいな感じ。誰にも負けない。ああ、負けたことないです。親父にしか負けたことない。お父さんはもっと汗かき。ああ、親父はもっとすごい。
遺伝ですね、じゃあ。あ、そうですね。ちょっと親父自慢をなぜしてしまったのか全然わかんないですけど。褒めてないし。褒めてないし、ね、はい、普段ライブハウスでやってもやっぱり、はい、なんでこんな汗を引っ張るのかわかんないですけど、はい、汗だくになる。いや、もう本当にすごいですよね。本当に、はい、なんて例えたらいいんやろ。あの、ちっちゃい頃は、うん、池とかに飛び込んだのってよく聞かれてました。ずぶ濡れになるぐらい。あの、靴までずぶ濡れ。池とかに飛び込んだのって家帰ったらよく聞かれてました。すごい質問ですね。飛び込んでないよって時ました、ね、代謝がいいんでしょうね、きっとね。あ、でもなんか代謝も調べたら、はい、常人と一緒なんですよ。じゃあますます謎ですね。だから濡れていってるだけなんですよ。飲んだもんがただ出ていってるだけなんですよ。これはちょっと神様に会ったら文句を言おうと思ってます。なんでこんな汗かきにしたのか。あ、そうです。俺をどういうつもりなの。なんか対策してるんですか、そのライブ中とか。汗かきの対策ですか。そうそうそう。いや、なんどう、でも一応なんか見てて、その気分を害さないような色の服にしてます。あ、汗、いや大丈夫かこいつって思われたらいいので、一応汗が浮かない色の服にはしてますぐらいですね。またこの話すこれあと、あと2時間する涙ましい。でね、そのライブ演技の、まあ、すごい魅力の一つだと思うんですけども、はい、そのライブでやるときに何か心がけてることとか意識していることってありますか。ああ、それぞれあるんですかね。まあ、ベースに関してはまあ、曲によってはベースがベースの音じゃないみたいな、ギターっぽいクイーっていう音とか結構音色を変えてたりするんで、そこら辺はやっぱ気遣いますかね。曲ごとにこういう音出そうみたいな。吉田さんもまあでも、なんですかね、結構こうロックサウンドと、はい、こうエレクトロなサウンドをこう混ぜ合わせたものだっていうふうに言われるんですけど、ライブはどっちかというとこうロックな部分、やっぱ熱さっていうのがこうやっぱりお客さんとかに届けるために必要なものなんで、こうロックっていうところをかこう重きに置いて、まあテンション上がったらバーンってやっちゃうとか、こう行くぞ行くぞ行くぞってこう目合わせてバーンってやっちゃうとか、なんかそういうこうその場のテンションとか熱さを届けるためにライブっていうのがあるって思ってる、はい、そういうふうにライブしてます。なるほど。その音源はね、まあ、熱い部分もあると同時にすごい緻密に作り込んでる部分もあると思うんですけど、そのライブにおけるその再現性みたいなものっていうのはあんまり気にしないですか。そうっすね、なんかそういう意味で言うと、なんかこうやっぱり完全にこう金星の取れたものというか、僕らがこう積み重ねたものをやっぱり聴いてもらうのは、やっぱり CD の方はやっぱりね、その何ですかね、確実に実現不可能なことまでやってるので、そういうものを全部やろうと思ったら、やっぱりそのそっちに向けて作ってる CD を聴いてもらいたくて、でもやっぱりそれよりもこうそれを作る時のこう思いでやったりとか、それを作るまでの過程でやったりとか、こうやって僕らが思ってるものをこう逆に 100% の状態で出そうとすると、やっぱ CD よりもどうしても熱くなっちゃうので、そういうものをしっかり聴いてほしいっていう意味で、こうライブっていうのを考えてます。ライブで演奏するってことを考えてると思います、ね。ドラマとしてはどうですか。ドラマ的にはとりあえず僕のプレイスタイルがすごい省エネやったんですよね、もともと。だからもう腕も肩から上げてぐらい。ああ言ってた、そうです。が気づいたら、このバンドやってたら腕がもうすぐこうなるようになったというか、もうだから勝手にこう熱さが出てまう、あで楽しくなってまうっていう、でもライブ終わって、あ、今日楽しかったなって言えるようなライブをした。プレイスタイルまで変えちゃうっていうのはすごいですね。変わっちゃうっていうのは勝手に変わりました、ね、バンドの影響力というか、映画な映画なさっきね、そのミスしても起こりませんって話もありましたけど、はい、まあ、とはいえライブいろんなことが起きるじゃないですか。そうですね。なんかこう、これはちょっとビビったっていうような失敗談とかトラブルとか、そういうのってありますか。まあ、よくある。オールアバウトがあるんですけど、はい、よく1曲目にやってたんですよ、で、こう最初僕が It's all about って言って、はい、ボーンって始まるんですね。で、2回ライブ連続でその音が鳴らなかったんですよ、ボーンっていう音が。だいつあれば、みたいな感じになっちゃったんで、それは焦りましたけどね。でもなんか、一応トラブルがあったら弾き語りをするっていう、はいはいはい、そのトラブルの間繋げないとやっぱり失礼じゃないですか。
なんでトラブルが起きたら弾き語りをするっていう、うん、のでいつもそれで乗り切ってます。それはそれでこうレアですね。そうですね。逆にトラブルがないと弾き語りは見れない。そうですね、うんうん、トラブルがないと弾き語りはしないので見たいなって言っちゃダメですよね。トラブルがそうなんですよ、ね、起きない方がいいです。トラブルが起きない方がいいのでやっぱ一人でやると心細いですしね。みんないる方がいいので なるべくトラブルはなしにします、うん、最悪あったら弾き語りをします。今日のライブはないように飲むてよたまに言ったりするんですよ。なんか弾き語り好きやから、はい、今日は線抜いとこうかな。分かんねんトラブルちゃうやんけみたいな。わざとね。そう、確信犯で確信犯で。それはなしなしでちゃんと4人で最後までやれるように、ね、今日頑張りましょう、はい、頑張ります、うん、頑張りましょう。来年2020年に向けて、まあ、もうすぐ、ね、2019年も終わるっていうタイミングなんですけど、まあジエンギーとしては飛躍の1年が待っていると思うんですが、どんな1年にしたいですか？いや、そうですね、やっぱりとにかくやっぱりいい曲をたくさん出したいですよね、うん、やっぱもう次のこうレコーディングみたいなものも、もう視野に入れて動き出しているので、うん、とにかくやっぱりいい曲を出して、うん、ライブっていうのはその僕らがどれだけこう曲とかを積み上げたかっていうのをお客さんと共有させてもらえばだと思ってるので、うん、いい曲をとにかくたくさん作って、うん、できるだけね、こういろんな人と共有させてもらえたら嬉しいなという、うん、思っております。なるほど。なんかさっきの話聞いてると、その音楽性も今はまあこういう音楽をやってるけれども、まあ変わっていく可能性もすごくあるのかなっていうふうに思ったんですけど。そうですね、うん、やっぱりいろんなものを勉強していろんなものを取り込んでこうやっていく方が楽しいので、うん、それ新しいこともどんどんやっていきたいですね。そういう意味では今こう新たに興味を持っているとか、これ面白そうだなって思っている音楽ってありますか？一番思ってるのはやっぱ環境音みたいなものとか、うんうん、楽器の音じゃなくてこういう、うん、こういうのとか、こうガサガサいう音とか、うんうん、そういうものをこううまくキャッチーにまとめていきたいなと思って、うんうん、そういうもので音楽を作ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、それをいかにこうポップにできるかみたいなところをちょっと挑戦できたら面白いかなと思います、うんうん、あくまでそのポップにっていうのってすごくジエンギーにとって大事なポイントなのかもしれないですね。そうですね、やっぱ芸術的なこととそういうポップな大衆的なことはこう絶対に混ざるっていうのがこう曲を作る上でのポリシーというのがなので、ジエンギー出る上はやっぱりポップに行きたいですね。まあ、今話聞いててもね、かなり混ざってるなっていう感じはそうですねありますね。ちょっとこんなにポップな感じの4人だとは思ってなかったんです。本当ですか？ポップな4人ポップないいことですよ。でもそうですね、はい、めっちゃ喋るやんみたいな。ああそうですね、結構みんな喋りますよ、ね、喋りますそう、うんはい、楽屋とかでもワイワイやってる感じなんですか？そうですね、本当にくだらないことしょうもないと思います。ジエンギー売れると思いますというわけでライブ前のお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい、ジエンギーの皆さんにお越しいただきました。ライブ頑張ってください。はい、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。